はい、先ほどですね、このコピーの仕方をご紹介しましたけど、ここでは、出ていく方法ですね。今回の、ですね、今回のというか、この Google Classroom の、先生として入れる枠は20人しかありません。なので、もう自分のコピーが終わったらすぐにこの Google Classroom から、出ていってほしいと思います。やり方はとても簡単です。こちらのですね、まあ、これも僕がその副担任として入っているクラスルームなんですけど、この3つのドットがありますよね。この3つのドットをクリックして、この一番下のクラスをやめるっていうところですね。英語版だと Leave Classroom だったかな。Leave Classroom だったと思いますね。はい。それをす、あの、これを押すと、もうその、Google Classroom から出ていくことができますので、また別の人が、入ることができるようになるというわけですね。はい。それではよろしくお願いします。フィルミレンゲー。